ビットーリオ・エマヌエレ・ディ・サボヤ・アオスタは、イタリアの王族、陸軍軍人。初代アオスタ公、アメデオと、その最初の妻マリア・ビットーリア・ダル・ポッツォ・デッラ、チステルナの子。ビットーリオ・エマヌエレ2世の孫息子の一人にあたる。全米は、ビットーリオ・エマヌエレ・トリノ・ジョバン・ミ・マリーア。儀礼称号は、トリノ・のほか、父が、スペイン王の時代は、スペイン王子の称号も用いた。 マルタ騎士団、セイアヌンツィアータ騎士団、セイマウリツヨラザロ騎士団など、複数の騎士修道会の団員を務めた。祖国を侮辱した、フランスのオルレアン家に属する、アンリ王子に、県での決闘を挑み、これに打ち勝ったことで知られる。アオスタ公爵家の初代当主、アメデオと、その最初の妻である、チステルナ公女、マリーヴビットーリア・ダルポッツォデ・ラ・チステルナの間の、次男として、 トリノで生まれた。父からはトリノ博の称号を授与された。サボイア家でトリノの名を冠した借位を名乗ったのはトリノ辺境博及びサボイア博であったオットーネディサボイア以来のことでおよそ800年ぶりのことであった。父が1870年から1873年までスペイン王の座にあったためスペイン王子の称号をも名乗った。1897年。 鳥の白は、オルレアン家のシャルトルコをロベールの長男、アンリ王子に決闘を申し込んだ。アンリが、フィガロ紙に寄稿した、いくつかの記事の中で、第一次エチオピア戦争中に、エチオピア軍の捕虜となったイタリア兵たちを、腰抜けだとしていたのが原因であった。この決闘騒動はイタリアのみならず、ヨーロッパ諸国で大きな反響を呼んだ。 二人の決闘は剣を武器として行われることに決まった。鳥の白とアンリ王子の剣を武器とする決闘は、1897年8月15日の早朝工事から26分間にわたり、パリ近郊のボークレソン、ボアド・マルショーで行われた。立ち会い人は、レオン・ティエフ伯爵とアボガルド伯爵という人物である。鳥の白は5回目の切り合いで、アンリ王子に勝利した。 アンリは右の脇腹に深い傷を負い、同行の医師たちがアンリの血統続行は無理と診断した。これによって鳥の白の勝利が決まり、鳥の白はヨーロッパ中にその名を知らしめた。帰国した鳥の白をイタリア国民は熱狂的な喝采で迎えた。おじの国を生んると一世は彼を鳥のまで迎えに、行き、追いに、私は君が示した。 祖国愛と君の成し遂げた成功に対して最初に心からの憂いを言うために来たのだと話しかけた。決闘から4年後、アンディ王子はヨーロッパから普通のインドシナのサイゴンでマラリアにより死亡した。1898年4月、鳥の博は世界一周旅行に出かけた。彼はまず最初にアメリカ合衆国のニューヨークに到着した。鳥の博は歴史あるゴルフクラブ。 ニューポートカントリークラブに1日滞在し、毎年行われていた鳥の白記念ゴルフトーナメントの優勝者に銀のカップを贈呈した。合衆国の次は中国と日本を訪れている。鳥の白はイタリア陸軍に所属し、第一次世界大戦中はイタリア系騎兵軍団の最高司令官の地位にあった。第一次大戦後、鳥の白はフランス政府からゲール十字勲章を ルーマニア政府からはカロル一世勲章を贈られている。祖国からはサボイア軍事勲章を授与された。第二次世界大戦後、イタリアは共和制に移行した。王政廃止時点で、鳥の博、ビットーリオの多い継承順位は、ナポリコー、エマヌエーレ、トミスラブ二世、アオスタ公シアメデオに次いで、第四位であった。1946年10月10日。 亡命先であるベルギー王国のブリュッセルで隠しした。生涯独身を貫いたために、子女はおらず、鳥の白の称号は空位となった。ありがとうございます。